それをただ繰り返していると、なんかパチンコ台 のこうボールをポーンってやると釘があるとそこで跳ねて使っててね、それでいろいろ複雑な行動にはなるんだけれども、ただそれだけになっちゃうんじゃないのかなと。で、そのもちろんそのトップダウンの神の視点で見たようなものっていうものは、まあ、それはそれでダメなんだけど、ただただその身体性だけで反射だけでやってても面白くないんじゃないかと。それで、まあ、僕自身は割とその何か世界と相互作用しながら、その過程にインテンショナリティというものが何かあって、それに基づいて相互作用をして、その結果何か表現したいもの、ロボットが何を表現するか知りませんけれども、何か表現したいものに向かっていく、こういうようなものがあるんじゃないかと思うんですね。で、この表現したいものは何かっていうのは難しいですけれども、例えば現象学で言っているような、こういう話みんな聞いたこと、一度か聞いたことあると思うんですよ。視覚っていうものはいろんな見方はね、ここで視覚っていうものがあって見たら、まあ、なんかひしゃげた四角に見えたりとか、それから長っぽい四角に見えたりとか、まあ、なんかいろいろあるわけですね。だからいつも同じには見えないわけですね。でそういう経験がいろいろある中で、でも思考しているものっていうのは究極の四角っていうものは何だっていうところに向かっているというような話があるんですね。でもその究極に向かってるんだけど、そこに行き着けるかどうか分かんないですね。だけど何か究極の自分の表現、アイディアルなものに向かっていくというような思考性、そういうものを捨ててしまってはいけない。ただ反射して動いてるだけの日々を送ってるようなロボットは作りたくない。何かに向かって思考していく、思考性のあるもの、そういうものがやっぱり、そういうものがあるからこそ言語とかですね、そういうものが出てくるんじゃないのかなっていうふうには、まあ、思いました。それでクエスチョンは、まあ、我々その、まあ、いきなりちょっとダイナミカルスラングエッジというのも出てきますけれども、まあ、これはですね、さっきの配管の中で起きているようなことだと思っています。アナログな記号操作するようなものではなくって、アナログなダイナミカルシステム、まあ、神経系のダイナミカルシステムなんですけれども、そういったようなもので構成していくことによって、我々が意識して考えているようなこの認知の問題、また思考性の問題というものに立ち向かっていけるでしょうか。で、まあなんか、ただダイナミカルシステムだけでやっていると、まあ、ダイナミカルシステムはいろいろと複雑な挙動が作って、非線形の中でいろいろ面白い挙動が出てくるわけですね。カオスであるとか、ワンノーワイフ的なですね、まあ、フラクタル的な構造を持ったものとか、でもそういったようなことと、じゃあ現象学的なインテンショナリティであるとか、それからセルフの問題であるだとか、コンシャスとか、そういったようなものにこうつないでいくことができるのか、で力学系は力学系だけでは終わってしまうんじゃないのかというようなものを考えるような疑いもある。ただ、まあ、我々の、ですね、まあ、ホープといたしましてはですね、自己意識とか時間の問題とか、そういったようなものをとニューロサイエンスと、それと現象学を相互参照しながら研究を進めていくことによって、この問題は、まあ、徐々に何か少しは見えてくるんじゃないのかなというふうに思っています。それで、まあ、で今日ですね、それ特にQuest for the Gaming Autonomous Selves って書いてありますけれども、まあ、自己っていうのはどういうふうに考えたりか、ロボットっていうか、ロボットの自己というよりも人間の自己でいいんですけど、私はロボットを使ってそれをモデル化しているだけで、まあ、自己の問題というものに関してちゃんと、なんで自己の問題について考えるかというと、自己の問題はちゃんとしなければ、じゃあ環境と自己が相互作用するといった時に、自己っていうのは何なのかよく分からなければ、環境との相互作用ということも成り立たないし、また第三者との社会的な相互作用というようなことの時にも、いつでもセルフという問題は非常に大事なんですね。大事だと思って、まずそこからだと思うんです。そのただのブルックスの言っているこの、そう、ただ反射的な行動をしているようなロボットには何かセルフがないように思えるんだけれども、でもインテンショナリティを持ったロボットっていうものに関しては、やはりセルフって、そのセルフとは何かっていうことをですね、ちゃんといろいろと考えておかないといけないということを思いまして、で今そこにある論文はですね、この事故に関する論文というのは過去に15年間に3個書いてるんですけれども、それの、まあ、一番まとまったやつみたいな感じなんですけれども、そこの中で、まあ、3つのセルフっていうことをですね、まとめて、書いています。
それでですね、基本的な考えとしてはバレーラの言うニューロフェノメノロジーというのです。バレーラは鈴木さんがオートポエスをなんか紹介されたっていうんで知ってらっしゃる方はいるかもしれません。もう亡くなっちゃったんですけれども、まあ、バレーラという人がですね、現象学と特にフッサールの現象学ですね、それと、非線形力学系のダイナミクスとニューロサイエンスというものをですね、うまく組み合わせて、それで、まあ、関係性的に理解していくっていうような立場をですね、96年ぐらいに取ったんですね。それで私はこのバレーラというのは亡くなったんだけれども、昔からちょっと縁があってですね、今から15年ぐらい初めての会議にバレーラのところで、僕はオートポエスロボットを作ったから見に来いって言ったから、ちゃんと来てくれて、それで見たらどうだったって、全然オートポエスじゃないっていうふうに怒られて、だけれどもその時に彼がデファインするオートノミーには非常に合っている。でオートポエスっていうのは算出過程だから、何かもっと明示的に算出的過程がないとオートポエスじゃないよというようなことを言われて、でその後ですね、彼はですね、僕がいたソニーのラボに、僕がソニーにいた頃に2回も訪ねてきてくれたことがあって、でその時茂木さんなんかとも一緒にお話ししたんだけれども、まあ、そこでその頃ですね、私は最初の意識に関するロボットの論文とかをかなり読んでくれてコメントしてくれたんだけれども、その時に、意識が分かったとか説明できたっていう言葉を絶対言っちゃいけないというふうに言うんですね。そうではなくって、その私が持っている捉えられたなんか意識的なものっていうものと、じゃあ現象学はどういう関係にあるんだとか、非線形力学系でいったらどういう見方ができるんだとか、そういうような議論を積み重ねていくだけでことは可能で、そうするとなんとなく全体像が見えてくるだろうというようなことを言われていて、でも分かったとかいうような言葉を言ったらば絶対いけないというようなことを言われて、それ非常に今でも強く思っていたが、なるべくですね、まあよくロボットの意識っていうふうに言うと、ロボットの意識作りましたっていうと、あ、谷さんロボットの意識作ったんですかって言って、なんか非常に表面的になってしまうんですね。まあまあそれはやっぱ避けなきゃいけないというふうに思うし、だからまあロボットの意識を作ったっていうよりも、意識の問題について、まあ、ロボットをやりながら神経回路モデルを作りながら、ニューロサイエンスと対応をつけながら、どういうことを考えたかっていうことをまとめていくっていうような立場なんじゃないかなというふうに思います。で今日はそういったような話をしていきます。それで特に、まあ、セルフっていうですね、自己の問題に関してですね、フォーカスを当てながら、でもそれはセルフだけに閉じてるわけではなくて、他者との関係や環境やとかですね、いろいろあるんですけれども、まあセルフということにアンカーポイントを置きながらちょっとお話ししたいと思います。それでですね、まあセルフに関して、まあ、いろんな人の書いた論文とか読みますと、3種類になんとなく分けられるですね。セルフっていうことで分けられるというか、そのセルフの別っていうんじゃなくって、セルフに関して3つの論点があるっていうのかな、なんかそんな感じがするんですね。で一つはミニマルセルフっていうふうに言ってまして、それはですね、自分を意識するっていうのは非常に瞬間的であるっていうのをウィリアム・ジェームズが1890年ぐらいに言っていて、それでですね、要するに自己っていうものはずっとこういうふうに自己と思ってるんじゃなくて、あ、自分だってこういうふうにですね、自己を意識するときっていうのは非常に瞬間的であると。その瞬間の刹那の自己意識的なもの、そこに現れるセルフというものをミニマルセルフといって、それよりもさらに細かくしていくですね、このセルフを、これが最小単位なんだよと。特にコンクリートっていうのに、コンクリートセルフって言うんだけど、ミニマルな単位としてのセルフっていうものがあるんではないのかというふうに。それで